はい、こんにちは。こんにちはってこんばんはですね。ちょっと今夜なんですけども、そうですね、ちょっと声が大きいといけないので、ちょっとカメラ近づけたいと思います。よし。ですね、私ね、今去年からね、人生シリーズっていう、シリーズね、YouTube の方でもまとめましたけどね、一つにまとめておいたんですけども、そういうのですとか、あとは、今ね、まだ活動中の、魔女を作った発声レシピですとか、あとは、お茶を出して知恵を出すって、それはね、後からね、いろいろ考えたんで、お茶とコーヒーで知恵出してますよみたいな感じでまとめてあると思うんですけどね。今ね、魔女の作った発声レシピっていうのを最後ね、お茶やね、コーヒーを飲みながら、いろいろね、その技術っていうのを発信してるんですけども、で、なぜこれ私やろうかって思ったのは、やっぱりだから、自分が病気になって、もう5年経ちますね。病気自体はね、本当はね、10年ぐらい、もうしてるんですけども、悪化してしまったということで、ちょっと急遽入院になっちゃってね、もうそれから5年経ってね、だいぶもう今ね、今っていうか、いつも元気ですって言ってるんでね、あれですけども、やっぱり少しずつ体力とかね、そういうものっていうのは、病状っていうのは、安定してるわけですね。なんですけど、やっぱりその、自分が、私はね、すごく人生ね、10代20代とっても幸せな人だったんですね。本当に充実した人生で、自分の本当に思った通りの華やかなね、人生経験というのをさせていただきました。なんですけども、病気になって何もできないから、自分のね、技というかね、どうせやることもないし、ね、仕事できるわけじゃないので、ね、少しね、こうやって体調良くて起きてられる時間、今はそこまで悪くないですけども、体調良くて、少しこうやって起きている時間に、コーヒーやね、お茶飲みながら、自分のね、技を発信、自分がうまくいく作戦とかね、そういうことではなくてね、純粋に自分が今やることないんだったら、誰かが頑張ってくれたらいいなぁなんて思って、そうやってね、自分がね、こうやって、ね、動画撮ってる時に、たまたまね、お茶飲んでたんですよね。たまたま発声かなんかで、こんな感じでやってますよみたいな時にお茶を飲んでたら、すごくいい教えだったんですね。それで昔のことを思い出してみると、自分がその声楽なりそれ以外のことなり何か教えをいただいた時っていうのは、そういえば必ずコーヒーとかお茶って飲んでいたなって。もちろんね、小学校中学校高校まで、大学だとちょっと、違いますけども、高校ぐらいまでだと全く飲食禁止ですよね、授業中とかね。だからそれはそれでそういう教え方もあるね。全く飲食禁止っていうのもありますけども、大学入るとね、授業中ね、夏暑いとね、先生も気を利かしてくれて、お水飲んでいいよなんてね、言ってくれたりとかしますけどもね。なんですけど、やっぱりその細かいところ、これって本当はどうなのってところを、その教えとして出すときに、コーヒーとかその紅茶、緑茶、ハーブティーね、こういったもの、ドクダミ茶とかそういうものでもいいですし、そういうものっていうのはすごくね、いいんですよね。あとは私は喋るの苦手なのに、お茶飲みながら喋ってますけどね。文章書くのは割と得意なんで、本当はね、お茶飲みながら文章書いて、それでね、台本作って発信するのがね、本当はね、一番ね、いいのかもしれないですけどね。そういうやり方もあるんですよね。コーヒー飲みながら何か書いていくと。そうすると、その自分の教えっていうのが出てきますので、そういうふうに、やってたんですけどね。台本はこの動画では全然作ったことないですけどね。
なんですよね。で、まあ、その時に、まあ、YouTube やってて会う時にそのお茶飲んでていた時にその自分の技をちゃんと説明できた、技術を説明できたってことでやっぱりそうだと思って、まあまあ、こういうのやったんですね。じゃあ自分何もできないから、じゃあなんかね、技術とかその人生でうまくいった方法っていうのを出していこうってねことで、まあ、やってたんですけども、ただ最近ですね、まあ最初はですね、始めた時にやっぱりその始めてしばらくしてからかな、胃痛がしたんですよね。胃が痛くなっちゃったってことですね。で、まあ、私はスピリチュアルなものにもこう分かる人間ですから、別にそれはスピリチュアルなことで実際にお金を取ったりとか占い師やったりとか、そういう職業でですよ、そういうことはちょっとまあできるようなとてもレベルではないですけどね。ですけども、まあ、もちろんその占いとかっていうのはただ正確なことを言えばいいだけじゃないですからね、占いもスピリチュアルもただ正しいことを言えばいいっていう言うかっていうと、そうじゃない。人が幸せになる道を教えてあげるっていうのが、まあ、本当の職業なんで、ね、まあ、そういうトーク力なんかっていうのは私にはありませんのでね、そういう職業っていうのはちょっとまだっていうか、まあ難しいかなと思うんですけども、まあ、胃が痛くなるっていうのはね、サイキック攻撃っていうんですね。要するに恨まれてるってことですね。で、まあまあそうですね、緑茶、緑茶なんかは胃にいいって聞きますけどね。でもまあ実際に高級玉露を飲んだらね、胃が痛いのがスーッと治ったとかね、そういう経験もしたんですけども、やっぱりそのコーヒーとかお茶を飲んで知恵出してこの動画を撮ると、いろいろね、こう反発が来るみたいなんですよね。で、まあ、私の動画は今ね、チャンネル登録者数、まあ、約30名ぐらいの方がいらっしゃいますけども、まあ、30名ぐらいの方だから、まあ、大したことないだろう、まあ、自分がね、もし自分のチャンネル、私のね、チャンネル見つけてくれたら、まあ、嬉しいかなぐらいのね、形でやったんですけども、結構ですね、やっぱりこう、まあ、ツイッターとかね、その自分のブログの方とか YouTube の その、チャンネルなんかを拝見しますと、やっぱりその声楽をね、そのお金を払って私は教え、お金を取って私は職業として教えてるんだから、やりがい搾取っていうのをやらないでほしい、言わないでほしいっていうことをね、やっぱり結構書いてあったんですね。でもまあ私のチャンネルはそんなに規模が大きくないので、まあいいかなと思ってたんですけども、ところがですね、まあ、私こうやって日本語で喋ってる、まあ、発声のこととか、まあ、人生のことは英語で喋ったことないですけどね、英語とかイタリア語とか喋ったことないんですけども、結構、まあ、特に、まあ、日本国内からはもう本当に随分最近ね、見ていただけるようになりましたしね、私のチャンネルから。それからあと海外ですね、まあ、最初韓国ですね、韓国の方で、アメリカの方、ブラジルの方、イタリアの方、ロシアの方で、この間はどこ来たかな、まあ、そういう形なんですよね。結構 いろんな国の方が私のチャンネルを見ている。あ、これはね、やっぱりその、まあ、僕のチャンネルは小さいから、まあ、もし自分のチャンネル見つけてくれたらなっていうふうに最初は思ってたんですけども、やっぱりだからこれ恨まれてるってことはやっぱりやめた方がいいのかなってね、ちょっと思ってきて、まあ、それでね、ちょっとね、知恵出しの方やめたんですけどもね。そしたら最近またですね、まあ胃が痛いの治ったんですよね。まあ緑茶飲むと胃にいいので治ったんですけどもね、最近ね、外に出ると蜂がいっぱいいるんです。蜂ってブーンって飛んでるやつですよね。蜂が襲ってくるんですよね。で、蜂が襲ってくる時っていうのはトラブルメーカーがいるってね、いう、そういうまあ、トラブルメーカーって言っていいか分かんないですけど、誰かそのトラブルを持ってくる人がいるから気をつけてねっていうサインなんですね。で、まあ、私最近街歩いてて蜂がブン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 飛んでくるんですけども、襲ってくるんですよね。まあ、もちろん向こうは刺す気はないのでしょうけども、まあ、刺されたら大変ですからね、それはもう嫌なんですけども、やっぱりこれだけなんて言うんだろう、蜂がいるっておかしいなと思ったんですよね。だからやっぱり何か妬まれたりしてんのかなってね、ちょっと思っちゃったんですね。で、まあ一応、まあ
お茶を出して知恵を出すっていうのはやって、まあ今日もね、今日もねっていうか今日はね、あのお茶何も持ってませんけども、ね、そういうことがあるんですよね。なので、まあ、魔女発生レシピ、まあ、魔女を作った発生レシピ、まあ、今、12回目迎えたんですけども、あと何回できるかどうかは分かんないです。まあ、ちょっとね、ちょっとまあ、魔女を作った発生レシピの12回目見ていただいた方は、そうですね、まあ、動画の中で、ね、ちょっと12回目は概要を説明して、あと2回ぐらいでね、何もお茶とか飲まないで説明するなんて言ってましたけども、だからまあ、一応概要説明したんで、あと実践だけなんで、それはいいと思うんですけども、もうちょっと出したいんですよね。だけどやっぱり、だけどやっぱりこういう状況になっちゃうと、私も人間ですからね。まあ、自分が生きてきて、まあ病気になって何か残せるものないかなと思って、自分がね、自分の人生が、まあ、とっても幸せだった。本当にいい人生だった。素敵な人生で、もう、まあ、去年ですね、30歳の時に本当に自分の歩いてきた道を思い出すと涙するぐらい感動的な人生だったんですね。こんなにいい思い自分はしてきたと思って、だからそれをね伝えたいなと思ったんですけども、やっぱりだからやめた方がいいのかなって。私もねまだ一応生きてますし、一応一人の人間ですからね。だからまあ魔女を作った発生レシピもまあもうちょっとやりたいってね、一応そういうことですけども、あと何回できるかどうかってのは分かんないですね、正直。あと何回できるかどうか分かんない。で、まあ、一応ね、やりがい搾取するなってことで、もし迷惑かけたんだとしたら、まあ、私がね、また歌歌ったりとか、まあ、苦手なピアノね、頑張って、ちょっと最近またアップしないですけど、ピアノ頑張ったりとか、あとこうやってね、雑談みたいな形で お話をね、させていただくと、動画がどんどんこう積み重なってくると思うんですね。そうすると、魔女を作った発声レシピとかってだんだん、まあ一応まとめてはありますけども、だんだんね、昔の動画になってくると思いますので、そういう、私の動画もし参考にされても、全然構いませんのでね、安藤ひかるは素人だからっていうことで、まあ、しかとだったら、まあ、それはそれでね、それはまあ一番、まあ、そういう方は正当だと思うんですけどね。ですけども、まあ、もしね、まあ、チャンネル、まあ、今後ね、どんどん動画出していきますけども、また、動画が古くなったらね、こっそり見ても構いませんのでね、私何もそれ言いませんので、それはね、大丈夫ですので。よろしくお願いします。ね、そうですね、私今ね、今商売してるわけじゃないんでね、随分好きなこと言ってます。好きなことっていうのは、だからその、本物の技術ってことですね。まあ、自分が、まあ、別に完璧だとは思いませんけどもね、ただ自分がやってきて、その本当の技っていうのを出してるんですね。だから宣伝ではないんですよね、この動画っていうのはね。私の宣伝ではないんですよね。だからまあ、ちょっと余計なことしちゃったかなと思うんですけどね。なので、まあ、ちょっとね、発声レシピの方、まあ、もうちょっと続けていきますよと言ってますけどね、あと何回できるかどうかって分かりません。ちょっとね、そんな状況なので、まあ、あと何回か。ね、そうですね、ちょっと強いコーヒー飲んで一気に出すかな、一回でね、そういう方法もあると思いますしね。だからなんとかね、まあ自分の伝えたいことをやっぱりね残していくっていうのは、その方がまあ、だって有利っつったって僕また舞台で戻れるか分かりませんからね。でもまあまあ、それで物事は何も起きないんだったらそっちの方がいいかなってね、ちょっと思ってきちゃってね。まあそんなことでした。今日はちょっとそんな話でした。今日はね、水もお茶も何も持ってませんね。素直に自分の気持ちをお話しさせていただきましたね。でもまあ後でこっそり見てもいいのでね、役に立ったらすごく嬉しいので、どうも今日はありがとうございました。そういう気持ちでいっぱいです。どうもありがとうございます。